占い美容室早岡さんの後です。今回は結構長さ切りたいんですよね。はい、切りたいです。結構あの子供っぽく見られやすいということなので、まあ少しね、あの大人の雰囲気も出せるように、今長さがこれぐらいなんですけど、夏、今季節がこれから夏になってくるんで、暑い時こう縛れるようにギリギリ残そうかなと。バックの方少し縛って、ここがちょっと縛れるぐらいの長さを残すぐらいまでちょっと切ってパーマかけたい、はい、ではカットします。まずね、長さ結構バッサリ切りたいと思うので、でまあ後でまた切ると思うんですけど、まずねとりあえず雰囲気出すために皆さん後ろから切ると思うんですけど、バックを止めた方があのレングス分かってお客さんと共有しやすいので、まずバックを止めて、これで長さっていうのが分かりやすいですね。後ろがあるとここが影になって本当の長さが分からないので、まずここで、で僕の場合は結構この癖を生かしたいんで、あんまり引っ張らないでとりあえずプレーはカットして、後でまた調節するって感じしていきたいと思います。まずどこの長さなのかなっていうので、この辺見えてないですね。で縛れる長さ残したいんで、やっぱちょっと長めに切っといた方がいいかなと思うんで、ここでね、上からここで上から手を持ってきて、でイングラにした状態でここでコンベックスでカットします。まあ、一気に切っちゃいますけどね、すみません、一気に切ってますけど、ここで、でこっちで、大体この辺かなっていうガイドを作ってから、上からこことこの指に上から指で指くっつけてって感じですね。くっつけて、でこうコンベックスにする理由として、こっち側のね、こう取っちゃうとコンケープになっちゃうので、コンベックスの方が丸さが出るので、よいしょ、これでこっち側ですね。まあこれ1回じゃ長さ揃わないので、とりあえず切ってですね、ここから揃えます。あ、いつもやってるんで大体僕は揃っちゃうんですけど、これで縛れるかどうかですね。これ縛れるかな、結構軽さ出そうかなと思うんで、長さないとちょっとあれかなと思って、多少長さは。で今度はバックのセンターを決めていきます。自信のない方はここ後ろのところを3等分して真ん中だけまず切っていただいてもいいと思います。ここで縛れるかを確認します。縛った感じがどこまでのところが、まだもうちょっといけるかなと思うんですよね。これだと通常はお客さんとディスカッションしながら、カットしてる感じですね。このぐらいでいいですかみたいな感じにしてます。はい、まあこのぐらいの長さに今バツッと切ったんですけど、はい、そしたらもみあげともみあげの延長線上をまっすぐと上に取って、そしたらそことこの点とですね、ここと反対の点をつなげていきます。そこを止めていきまして、でここです、このネープのところを中をえぐっていきます。ここは、はい、ここをちょっとすいませんね、止めさせてもらって、縦指1本分ずつ切っていきます。はい、こうですね、ここを切ります。で何をやるかっていうと、これまあもう皆さんレッスン受けて分かると思うんですけど、下にねこの親指と人差し指引っ張ってもらって、で、上のやつ少したるましてあげた方が、で結構ね、これつなげてないのでバラバラなんですけど、これぐらいの方が今日のスタイルにはいいかなって思ってます。で中ちょっと短い感じですね、縛っても出ないぐらいの感じにしてます。でサイドはやらないでです、今回は、ペンシルシザーで、間引いていきます。はい、少しちょっと重いなって思うところを中をイングラで取っていく感じになります。で、まあ、これ癖取るときに使える削ぎ方だったりすることでもあるんですけど、今日は前側に、後ろじゃなくて前の方にこう、本来あんま良くない方なんですけど、こう跳ねた方が可愛い感じになりそうなので、こう跳ねさせながらこう動かすという感じしたいんで、ちょっとこっち側から削っていきます。これはね人それぞれなんで、前に向かって削っていく方をやります。これはこう削るのとこっち側から削るのでちょっと違うんです。実はこっちから削るとこっちに動きやすくなって、こっち側から削るとこっちに動きやすくなるっていうだけです。はい、
で表面はあんまやっちゃうとね、中の方間引きながらやっていきます。その時に今回は結構普通に削ぐよりは顔周りは結構細かく削ごうかなと思うんですけど、この辺はちょっとサバ感出したいんで、よいしょ、この辺中の方からまずやっていくんですけど、まあ、スライドカットこうね取る時みたいな感覚です。スライドカット皆さんこう取ると思うんですけど、人差し指で引っ掛けて分け取って取ってスライドカット入れますね。それを、レザーのように使っていくってだけですね、ペンシルを。はい、ここからどこから入れたいかっていうと、結構そうですね、あんまり根元からやると短い毛がここにできちゃうので、それなりにこのカールが作れるあたりですね、はい、このあたりからカールの始まりが作れるあたり、この辺から入れたいなと思います。はい、ここからこういうふうに間引いていきます。はい、でこう交互にやってもいいですね、こうやったりこうやったりとか、それもありだと思います。で取ってカールが入れたい位置指で押さえたら、ここからペンシルシザーでこういう風にえぐっていきます。ペンシルってこう先が締まんなくなってるんで、バツってこう行きづらいんですよね。笹刃です。このような感じで結構切り口は柔らかくなる感じですね。ずっと長かったんですか髪？ずっと長かったです。あ、そうなの。最近になってちょっと、学生時代は短かったんですけど、うん、そうなんですね。はい、なんかあれですか、あ、ごめんなさい、すみません、こっち顔周りはなんかこっちに跳ね、すごい跳ねそうだったんで、顔周りからイヤートゥーからバックから入れます。ちょっと今すみません、全部こっちって言ってたんですけど、顔周りのとこなんか跳ねそうなんで、ちょっとこっち側にだこう入れるのとこう入れるのをちょっとここで交差させます。なんかスポーツやってるんですか？そうですね、バスケットボールを。あ、え、そうなんですか？やってて、はい、結構活発ですね、かなり結構活発女子ですね。なんか他の人手不足の職業はこれから、はい、ロボットとかに変わっていけるから、うん、まあ人手不足でもなんとかなるかなっていう感じなんですけど、 IT だけは必要だよね、人がね、ずっと必要っていう、人が作ってるやつもね。はい、確かに。あ、すいません、ここはこっちに前にで、イヤートゥーから前はバックにっていう感じに、こっちはします。はい、必要な仕事だけど意外と慣れていないの。でも初心者から始めようって人少なそうですね。そうですね、ゼロって分かんないところが分かんないと思うんですよ、はい、難しそうだもん。なんかもともとさ、そういうのが得意な人じゃないと、うん、なんか得意だったんですか？全然です。得意って好きだった？私も未経験です、何にも分からない状態からやりました。え、マジか、すげえ、すごいですね。そこからできるんですね。なので多分そんなに壁は高くないと思います。あ、でも元々なんかそういうセンスがあったんじゃないですか、そのやるやつ。全然そんなことないです。はい、ちょっと姿勢、目線を下げていただいてからやった方がいいです。ステム下げ気味の方が、こうですね。そうすれば簡単にできます。最後が閉まんないんで、その重さが、毛量の重さを最後あの切れないことで残してくれるんで、あのブラントラインがちゃんと残るっていう感じになってますね。で顔周りはこうなんか縛った時に、ここのこ こういう風に縛って、これね今縛れるんですけど、縛った時にこの辺が結構可愛いラインが出た方がいいと思うんで、この辺皮をかけてこう可愛いラインが出た方がいいので、結構軽さをですね、顔周りに関してはちょっと出したいなと思います。ここで使うのが T4 セニングっていうのを使うんですけど、両刃のセニングなんですけど、このあんま削ぎ率が高くないやつなんですけど、これ多分業界でも破格だと思うんですよ、結構安いんで。で、これで
これあえてねこれも難しいことしないで普通に削ぎます。その方がいいんで、こういう風にあのオイル系つけると大体仕上がり分かるんで、それを見ながら、ここはもう普通に刃先3、4目だけ使ってこういう風に取っていく。特に技は必要ないかなと思いますね。ただこういう風に滑らして取るだけです。ちょっと濡れた感じというか、お風呂上がりのなんかこう縛って出る感じのニュアンスがちょっと顔前で作れたら可愛いかなと思います。はい、このような感じで、ここがねちょっとこうパーマとかでうねりが出るともっと可愛いかなと思うんで、この感じですね。でこの顔周り指2本分ぐらいは両方ですね。ここはちょっと軽くします。どうしてもあとはそこまでしないんですけど、あくまで縛った時用みたいな感じで。前髪はですね R2 セニングでカットします。はい、でベストコブのテール使ってですね、ほんとノーテンションで切らないとその人の癖があるんで、もうテールできるぐらいの方が僕はいいと思いますよ。こういう風にやって、意外とレングスってそんなに皆さん重点置いてると思うんですけど、あんまそんなに、まあ左右長さ違うのはまずいですけど、それよりもまた違うところの方が大切な気がして、まあ、後でまたちょっと顔周りとかちょっと見るんで、まあこのぐらいでとりあえずは数時間に1回チャートをチェックしないと為替チャートをチェックするっていう日課になってます。半額くらいになっちゃった。じゃあもうこれはもう今日は比較した方がいいかな。10万円あったのが今4万円前に減りましたね。だいぶ減りました。はい、ということで、すぐもう一緒で終わります。ごめんなさい、大丈夫です。よし、放置します。放置することにしよう。多分大丈夫。はい、ではこれでパーマをかけよう。はい、ではカラーなんですけど、なんか結構バツってライン入っちゃうとあんまり、モデルさんらしくないイメージが僕は思ってるんで、ナチュラルに根元は入れたいなと思います。で、基本的にセンターパネル入れて終わりっていう感じにしようかなと思っているんで、それをやっていきたいと思います。この後ねパーマするんでちょっと色取れちゃうと思うんですけど、はい、で今度またここですね。ちょっとたるませたら出やすいんで、取ったらこの取ったやつの半分だけ、もしくは場合によっては3分の1を使わせてもらう感じですね。はい、ここを使っていく感じです。止めます。で根元少しここでテンションかけてずらしてずらして、はい、そしてパチッと、これでカラー終わりです。こんな感じです。これで、パーマーに入っていきたいと思います。今日もすごく簡単なパーマをしていきたいと思います。で上から縦に巻いていって残ったところを外跳ねするみたいな、そんな結構ラフなパーマをしていきたいと思います。泡塗布をしてですね、いつも通りこの泡で塗布をしていきましょう。毛先の方を中心に泡塗布していきます。ドライングもちょっとですねポイントで入れようかなと今日は思っております。顔周りとかやっぱね頭皮につけないでパーマをかけていくのがまあベストなので、やっぱそういう感じで、僕はやっていきたいなと思ってます。まあ、パートジグザグにとっても、多少ちょっとパートジグザグにとってもで、大体僕の目安としては、はい、ここから上をこのアンダーのところ以外のこの上を多分縦でこう巻いてて、あと残ったところを外跳ねするぐらいの感覚でやろっかなっていう、まあそういうノリです。なので結構厚めですね。はい、波ウェーブとかはちょっと今回は使わないでかけたいと思います。はい、今ね中間垂線をしてきまして、はい、R ピニングをしていき、ここでね、ピニングをしていきます。R ピニングして、跡をつかなくですね、していきます。ここでギュッと、なるべく
根元のゴム跡をつかないっていうイメージでこういう風にやっていってくれればいいです。ツイストバンドしてないやつあると思うんですけど、これ一番こっち側からやると痛いので、あの手前側というか一番この端がありますよね、これをやるぐらいでちょうど止まるんでいいと思います。まあ、いつも言ってますけど、中間水栓しても一材は残留してます絶対。まあ、そういうこともねちょっと視野に入れながらやっていった方が、まあ巻き返しというかね、本当すごい強くかかってる場合はあの巻き返ししなくてもいいですけど、今日みたいなナチュラルな場合はまあちょっと巻き返しした方が綺麗にカールがちょっと残りながら緩い感じにもなるのでことなんで、まあ皆さんは時間ある方はこういうふうに席でやった方がやっぱり酸化大切なのでしっかりしないめなので、今、パーマ流して戻ってきた状態でオンカラーしようと思ったんですけど、まああのウェービングの方の色味もちょっと残ってるんで、そのまま自然とつながってるこのグラデーション具合がまあ良さそうだったんでそのままにしてます。で伸びてもね多分この状態だったら、綺麗につながってるんでほぼほぼ気にならないかなと思います。つながりが超ナチュラルなんで、ちょうどこの毛先のね、色の明るさのところも生きてきたのかなっていう感じ。これでと縛れるんで、縛ってこのちょっと顔周りにドライング入れた理由としては、こうやった時のここが強く出すぎるとなんかあんまりくるくるだと変かなと思って、なんかナチュラルなこうなんか癖毛ぐらいのニュアンスが縛った時に顔周りに僕は欲しかったので、結構緩めにわざとしたって感じですね。ここら辺とかなんかくるくるだとなんかここは主張しすぎちゃうっていう感じなんで、これぐらいだと縛ってもなんか可愛いかなと思うんですよね、こういう緩い感じだったら。ちょっと熱かったら言ってください。で今これ自然乾燥の状態ですね。で顔周りとか縛った時に、顔周りとかあと前髪とかちょっと少しムササビバームオイルをつけると、でもちょっとでいいと思うんですよね。少量をちょっとつけます。前髪とあとこの結構すいたとこですね、この横のすいたところにこの辺とかにつけるといいかなって思いました。顔周りですね、顔周りのここにつけると縛った時に良さそうだなと。でこういう風にするとまあちょっとねかっこよくなるかなと思います。なんでちょっとこの前顔周りのここですね、ここをちょっとこうしてで縛った時にちょうどここが出る感じに、ちょっとこうこういうのが出る感じですね、はい、ここはちょっと軽い方が可愛いんで、こういうのがちょっとちょろんって出た方がいいと思うんでそういう風にしてます。ちょっとすいませんね、結構変わりましたよね、はいはい、こんな感じに。で縛った時も縛れるんでこれぐらいだと、はい、いいと思います。